はい、占い好き必見マニアック占い話、先生の大好きな、はい、もうこのために私はこの番組をやっております。なんですけども、はい、すいません、はい、こちらのコーナーはですね、落ち着いて占い好きだけに向けたマニアックな話をしてもらうコーナーでございますと。はい、先生、そうですね、はい、もうね、いつも分かりやすくを心がけているんですけど、うん、たまにですね、思いっきりフルスロットルで占いの話をしてみたいということで、分かる人だけ分かってほしいコーナーということで、はい、もう本当にもう生き生きしてますもん ね、この一番ここをやりたいコーナーになって伝わってきますよ、その、ね、情熱が。まるでいつも手抜いてるみたいじゃないですか。いやいや、手抜いてるわけじゃないですけど、はい、でも今回のテーマは、はい、駅から見た風水の話というのをやりたいと思います。はい、まあ、駅、ね、大体皆さんなんとなくイメージできる八卦を使う、ね、当たるも八卦、当たらぬも八卦って言われるあの駅ですよね、はい、あの駅の視点から風水というやつを説明してみたいなというところなわけなんです。で、風水ってもうなんか皆さんいろんなこうイメージがあると思うんですけれども、まあ、なんていうのかな、カラーコーディネートじゃないけどもね、なんか西に黄色有名になっちゃいましたけど、あんなもの風水じゃないですからね。風水というのは本来は、まあ、住んでるところのね、その大地の力を借りるっていう占いなんですよ。要するに、ちょっとね、はい、説明ここに書きました。あれは風水じゃない、あんなもの風水じゃないですからね。ですか、一番根本的にここ一番下に、地層と書きました。大地の姿、地層ですよね、うん、例えば手のひら見たら手相じゃないですか、はいはい、で顔見て人相じゃないですか、うん、だから、何々の姿で占う相という占いがあるわけです。で、手なり顔なりに人の運勢が現れてるよっていうのと同じように、うん、実はもっとそれのバカでっかい版で、地べたの様子を見たらその地域のその木の巡りが分かるよっていう大地の相、地相術っていうのがあるわけなんですね。そうで、要はこれが風水なんですよ。だから地べたにはっていうか場所にはそこにこう木があって、うん、良い木の場所、悪い木の場所があるわけですよ、うん、で良い木の上に住んでれば何もしなくても開運できるよと、で悪い木のたまるような場所に住んでるといくら頑張っても開運できないよというような、うん、そのいい場所選び、あるいはそのいい場所のいい木をどう使うかっていうのが風水と言われている技術なんですね、うん、でここで地べたの話だ、地のね、地の姿だって言ってんのに、なんで風水っていう風水なんていう名前になってんのって、ちょっと不思議といえば不思議なわけなんですよ、うんうんうん、で、まあ、手相とかでこう手のどっか指の付け根を丘っていうふうに言って、ここが盛り上がってるとどうのこうのとかこう言ったりするわけですよ。あと顔でもその頬骨が出っ張ってるととか、鼻が高い低いとかこう言ったりする。だから大地の姿、地層も大地の起伏ですよね、出っ張りとかへっこみとか、それを大地の層だっていうふうに考えるに、それは手相と同じように、うん、で、出っ張りっていうのは要するに山のことであるよと。で、まあ、へっこみとはちょっと言えないけど、出っ張ってないということで地べた。で山とか地べたの姿形がどうなってるかで、ここいい場所悪い場所を見分けるっていうのが本来の地層の占いなわけなんです。で今でこそね、例えば Google Earth とかでこう上から俯瞰したのがこう見られるじゃないですか、だけどこの占いが生まれた頃って、その山、地べたがどうなってるかを俯瞰する方法ってなかったんですよ、うん、その現場に行かなきゃってことですね。そうていうか、まあ広々してるから、人間ってとってもちっちゃいから、うん、山の向こうどうなってんだろうって考えたって全然わかんないわけですよ、うん、だから山の形を見たい、地べたの形を見たいと言っても、上から鳥のように見ることができませんでした、うん、さてどうするって考えた時に、うん、大地のへっこみ具合がどうなってるかっていうのはすごく分かりやすくて、水は低きに流れるんだから、川の流れ見てりゃその大地のへっこみ具合は分かるよねとなるじゃないですか、うん、で山の方がちょっと問題なんだけど、山の場合ってね、山に沿ってこう空気の流れができて、それが風になるわけなんですよ、うん、だから人間はちっぽけで山の向こう見えないけど、風がこういうふうに吹いてくるから、多分向こうがこういう形になってんじゃないかなって推測がつくわけなんですよ。だから地べたも山もでかすぎて、人間は直接把握することができないので、パラメーターということで、それを測る指標として、風と水というやつを使いましたよということなんですね。で、まあそういう理屈なんですが、でここにですね、いわゆる駅の毛が書いてあります。この大地を表す毛の形、山を表す毛の形というのがある。でこれの、どちらもまあ山も大地も動かないものですよね。
でこれを測るためにこの中に動くものを入れたい、あるいはこの山肌に沿って動くやつを描きたい。で動くやつっていうのはこういうふうにですね、ここ一本の線でこうやって結ぶ、ここも大地の真ん中を結ぶ。そうするとここつながってなかったのが一本線になったと思ってもらうといいんですけども、うん、そうするとね、さっき山の毛だったやつがここ結んだことによって実はこれ風の毛になるんですね。でここも大地の毛だったんだけど真ん中結んだことによって水の毛になるんですね。ですから山と地だったものが真ん中に陽ってやつを書くと風水に変化しますよというふうになっているというですね、分かる人だけすげーって思ってくださいあの実はかなりすごいことなんですね。そうなんです。これ駅の発見を分かってる人はすげーっていうネタなんですけれども、そう 山と、地をですね、風と水で測りますというそういう話です。そう、面白いでしょ先生、時間足りないでしょ。もう、ね、このちょっとこれでね、1週間やらせてくれないかなって、ね、本当にねそういうわけにはあれなんですね。まあ、そのうちまたファンミーティングをやりましょう。はいね、また、マニアックな方来てくださいっていう、ね、まあまあまあということでございまして、はい、すみません、ここ完全に私が自分の趣味でやってるコーナーですので、はい、以上でございます。また来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。